収録スタジオ、いわゆるニスタというところに入りますよ。ここ年末なので綺麗に掃除機をかけたいと思います。来年のジャガサンタにお願いがあります。掃除機を買ってもらえないでしょうか。ジャガの掃除機を買ってもらえないでしょうか。これがなくなる日が来るといいよね。なんか意外といろんなものが落ちてるんですけど、これ大丈夫？なんでしょう。あ、なんでしょう。あと申し訳ないですけど、はい、拭き掃除もしていただいて。わかりました。ちょっと動くだけで熱いんですけど、はいはい、続いては拭き掃除です、はい、これすごい除菌にもなるんですよね、うん、ね、うん、だからマイペットがおすすめ、うん、はいはい、では、はい、お、ここに来たことがある人も結構いるんじゃないでしょうか。今は対策としてマイクのカバーもつけています。生き生きと生き生きとお仕事されていてあのただ忘れないでください、はい、罰ゲームですわかりました。もうさ、最近、うんうん、あの M1 が終わってから、うんうん、錦鯉のノリ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 マサノリが頭から離れなくて、うん、あれをいつか完璧に踊る。知らない。全然。本当？知らない。あれをぜひぜひみんなで踊ってほしい。いやー、あの歌がもう頭から離れない。そう、ノリ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 マサノリ。あ、ちょっともう遅いんですけど。今見つけ た, 遅かった。これ手袋今発見しました。素手でやらせてしまいました。軍曹が悪い。これにて終了ということで、はい、はい、ありがとうございました。今日はニスタの掃除を頑張りました。以上、罰ゲームでした。いやー、やっと終わりました。終わりました。いいね、なんか掃除してる感があって。いいですか、うん、なんかすごい、ちょサイズもぴったりです。そうなんですよ、ぴったりだったんですよ。足がちょっとね。ああ、いや、まあでもいや、いいわいいわ、うん、でもなんかでも罰ゲームには見えない。いや、ちょっとどういうことですか。いやいや、汗をかきながら頑張ったんですか。いや、悪くはない。悪くはない。いや、いい。なんか言わせた感ます。いや、とてもいい。すごいいいと思います。いいですか、はい、グース OK？オッケーです。イベントの時の罰ゲームをやってすいません、なんかバタバタしてて本当に申し訳ない。本当にこうやって皆様のおかげで暮らしております。